明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ、行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。私は季節に取り残された、そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない、私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。でもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない、私を許してください。